若手中心のメンバーで編成されたソフトバンク、日本ハム連合軍が大番狂わせを演じた、侍ジャパンの圧勝が予想された中、連合軍のソフトバンク、東浜と飯田、日本ハムの斉藤、鍵谷、白村、浦野の6投手が侍打線を4安打に抑える完封リレー。今季、2度目のスタメン出場で4回に決勝打を放った4番江川、ソフトバンクは、 サムライナインが立つものと想定されていたお立ち台に上がると、シーズン中は活躍できてなかったので、ほっとしてます、と笑みを浮かべた。嬉しい反面、連合軍サイドから飛び出す声は複雑だ。かませ犬だったはずの急増チームの勝利に、試合後のベンチからは、さあ、ユニフォームを着替えるか、俺たちがサムライジャパンだ、との手厳しいジョーク。連合軍ナインは、 お互い直線感覚がなさすぎでしたね。とか、勝負事だから、いろいろあるということですよ。と日本代表を気遣った、さらにチームスタッフは、合流してすぐというのはあるだろうけど、侍ジャパンはこんなことで大丈夫なのかって、いい意味での危機感を与えることはできたんじゃないか。との、今回の連合軍投手陣はいずれも成長株の若手、2桁勝利をマークしてきたこともなければ。 低投球回数をクリアしたこともないがやはり野球はわからないそれなりの投手がいい投球をしたらそう簡単には打てないということだよ侍ジャパンは勝たなくちゃいけないってガチガチだったからねと連合軍コーチの一人は同情気味に話したほどだまさかの勝利となったソフトバンク日本ハム連合軍まさに勝っちゃってよかったのだろうかといったところか